はいどうもグッチャンネルのグッチです。ってめっちゃ近いわ、ちょっと下がります。はい、ということで今日もサブチャンネル回してるんですけど、まあ、今回ですね、オンラインショップを始めるにあたって、まあ、僕のガット張りを受けてみたいプラスラケットを購入したいっていう方もいたんで、まあ、僕の、そのオンラインショップにて僕のラケットを販売することにしました。で、まあ、もう全部なんか設定上ね1万円以上送料無料になるみたいなんで、ラケット自体はもう全て送料込みの値段で入れてて、まあ、それプラスですね、ストリングサービスっていうパッケージっていうか商品があるんで、それとラケットを購入してもらったら僕直々にガット張りして届けようと思います。で、まあね、実際本当は誰か貼ってんじゃないのと思うかもしれないんですけど、まあ、この部屋に入れる、まあ、今ここにね、マシンがあるんですけど、この部屋に入れるの僕だけですし、まあ、一応ね、まあ、ちょっとね、なんか本当にグッチさん貼ってんのかなって不安のある方もいるかもしれないんで、まあ、サブチャンネルの生配信とかで、貼りながら、実際に貼ってるんだよ、僕がっていうところを見せながらね、やっていこうと思います。まあ、実際僕そんなガッタリ上手くないんで、まあ、グッチさんに貼ってもらったっていう気持ちでみんな頑張ってくれればなと思うんで、まあ、そんな点だったりとかを汲み取ってもらえればなと思います。で、今回、販売してもいいなと思うラケットを紹介しますね、まず。はい。じゃあ、まずですね、これかな。よいしょ。はい。ボルドリックリンダンホースですね。これ何回も紹介してる。別に売れ残ってるわけじゃなくて、まあ、使ってもいいかなと思うんですけど、いや、僕、なんか限定物とかって使えずに残っちゃって、それが2本とかもあってももったいないなと思って、今そこにも2本あるんですよ。これとね、これともう1本あって2本あるんで、まあ1本くらいは売ってもいいかなと思って今回出品させていただくって感じですね。で、これ3UG5 の元栗なしの傷は多分ないと思います。まああってもどっちかは絶対ないっていうくらいに、多分1回2回しか使ってないんでっていう感じでね、リンダホースで僕の張り上げもやってもいいよって感じですね。で、張り上げは、コーチンとガット代含めて2000円でやらせてもらおうかなと思ってるんで、その点ご了承ください。よろしくお願いいたします。まあ、ガットは何でも OK って感じでやりますけどね。まあ、カラーリングがねちょっと指定できなかったりとかあるかもしれないんですけど、まあ、ぜひね、まだイオン65を使ったことないよって方はね、イオン65を選択してもらったらイオン65で貼って届けようかなと思ってます。で、次ですね。はい、よいしょ。いや、これね、多分びっくりするかもしれない。はい、アスロックス99リーチョンウェイ、よいしょ。もし見てもらった通りですよ、新品未使用。フィルムすら剥がしてないし、グロメットもね、加工跡もついてないんで、全く使ってない状態で置いてあるのが実は2本ございますというわけで、1本は販売してもいいかなと思って今回売らせていただきます。これはですね、3U の G5。まあ、で、ラケットの値段ね、だいたいお店とかで、これ、あれなんですよ、お店の営業妨害とかもできないんで、だいたいお店と、新品のラケットをお店と一緒くらいの値段にしなきゃいけないというのが申し訳ないところ、税金とかの関係もあったりとかね、もあるんで、ちょっとね、他のお店の営業妨害はしちゃいけないので、まあ、突出して僕のとこで買って、たらいいのかもっていうところは、もう僕のストリンギングサービスは僕自体がやるっていうところが一つですね。そこだけ見てもらえればと思います。はい、でもう一つどうしよっかな。なんかもう一本売ろうと思ったんですけど、ちょっと今手元にないんで言わせてもらいますと、リーニンの NQ2 ですね。過去に昔僕が使いやすいって言ったラケットで、ブラック基調のブルーとピンクの入った、まあ、ちょっとね、僕のグラビタス 9.0 グッチャンネルモデルみたいな感じのカラーリングかなってな感じで、まあ、その2本を、その3本をね、今回売らせてもらおうかなと思っております。他にもシューズもね、僕動画一つのために買ってそれ以降使ってないとかもめちゃくちゃあったんで、そういうのも、まあ、27.5 限定ですけど、これの動画を見てくれてる 27.5 履いてて、ちょっとお安く買いたい、別に、まあ、グッチさんなら中古でもいいやっていう方、もしなんかそんな、なんかちょっと変わった方いましたら、ぜひとも購入してもらえれば嬉しいなと思います。で、まあ、シューズは全部1万円切ってるんで、合計が1万円超えれば、送料無料になるんで、まあウェアと一緒に買ってくれたりとかしてくれてもいいんじゃないかなと思います。はい、以上ですね。まあ今回ちょっとまあ簡単な紹介になっちゃったんであれなんですけど、まあレジェンド2人のラケットを販売するよって感じで、
まあね、新品のラケットも安くしろよっていうところもあるんですけど、他のお店だったりとか、仲良くさせていただいてるお店との兼ね合いとかもあるんでね、その点だったりとかを、ご理解の上購入していただければなと思います。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でいいかな。他に売りたいもの、まあね、正直ゴーセンのグラビタスとかもね、僕が貼って僕が普段気に入って使ってるラケットなんで、実際使ってみてほしいってところあるんですけど、まあそれはちょっとプレゼント企画にしようかなと思ってるんで、それまで待ってもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最近サブチャンネルたくさん更新してるんで、よく見てくださいね。よろしくお願いします。